こんにちは出口ですこんにちは本山ですリサイズヘムは本山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げてのんびり話すポッドキャストですよろしくお願いしますお願いしますいやサッカー見ました日本代表見ましたよどうでした <laughs> 強いね <laughs> いや日本強かったねでまあ、<よ>ドイツ戦、うん、まあなんかドイツ 日本強かったけどドイツだいぶやばいなって感じもしたけどね逆にうんドイツやばいっすねねえんかぐちゃぐちゃになってたよね監督解任になっちゃったしねあそう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 でもなぜか日本戦の後とフランスとやったんですけどドイツ、ねうん、あもう終わったんだ、うん、ドイツ勝ったんですよフランスに <laughs> あそうなんだ <laughs> <laughs> なんそれうんでもフランス戦はあれでしょう監督もう変わってたんだそう代行監督だったのかな フランスには勝ったんだ。うん。ちょっとそっち見てないからよくわかんないですけど。うん。<laughs> でもまあ明らかにドイツなんかこう、なんかメンタルやられ,メンタルやられてるっていうかな、すげえ落ち込んでたからね。日本負けた後 <laughs> あと。ああ、負けたあとね。<laughs> うん。だし、なんかいや、なんかあんまモチベーションも高くなさそうだなっていう感じがしましたけどね。うん、なんかね、あの、久保さんが、あの、すごい、 前線でバーって取ったときあったじゃないですか。うん、で、まあ、最終的にパスして、誰でしたっけ浅野さんでしたっけうん。浅野。にパスして、まあ、ゴール決めたシーンとかもさ、なんかもう、リュリガーとか全然戻ってこないみたいなさ、うん、やる気な、なん,なんかもう、も追ってなかったですよね。追ってなかったですよね、完全に。<laughs> なんか、あの、そう、リュリガーっていうひ、ヒゲのね、ひげもじゃもじゃがいた、うん、あの選手がいるんだけど、なんか、 ななんだっけなんかのシーンでボールをインターセプトしたんですよね、日本、うん、で、その時にセンターサークルの方で寝っ転がってて、あいつはなんで昼寝してんだみたいなこと言われてたけど。<laughs> <laughs> なんか、本当なんか結構、ドイツ大丈夫かなと思って、だから日本戦見てドイツ大丈夫かなってちょっと思ってたけど、うん、まあでもフランスには勝ったんだね。いや見事でしたねそう。なんかドイツの中で唯一良かったのが、右サイドにいたサネ、ね、あサネ、サネ。 はいはい、さあね、のとこのラインはすごいなんか前半ね、よくて、うん、それで点取られたけど、そこもなんかね、日本、フォーメーション変えて、5バックというか、3バックと5バックの加減みたいにして、うん、なんかすごい消、見事に消して、そこを。そうだね。いや、うん、冨安さん、すごくないいや、あれ、<laughs> マン・オー・ザ・マッチですよ、完全に。ね<え>なんかもう、司令塔でしたね。

前のワールドカップからその前線の方でプレッシャーかけていくっていう戦術やってるけどその辺も結構うまくはまってたよねうんいやでも富安はすごいですねうん速い,いな強いうまいっていうん <laughs> でもできるまあなんか戦略的にあのー、多分中盤が結構空きやすい感じになるのかなと思そんだから前線はプレスかけていくし、うん、まあディフェンダーはある程度上げていくけど でもまあ中盤がどうしても空きやすいから、なんかだから展開の作り方が大体いつも、こうちょっとワンパターンというか、パスつないでいくっていうよりは、どっちかっていうと、もう、ガーンって上げて、取って、で、やっていく感じだったけど、でもそれもちゃんとうまくいってたから、すごいなと思った、うんいね。ラインコントロールがすごかったですね。めっちゃ高いラインで、うん、で、全部ゴールの起点になってたし、冨安が。そうそうそう,そうそうそう。しかも、クラブでセンターバックやってないんですよ。ああ、そうなんだそう。去年とか右サイドバックやってて。 うん、で、今年は左サイドバックやってるんですよね。で、途中出場とかで出ててで、しかもアーソナルの左サイドバックって、まあ、最近、なんか偽サイドバックっていう、なんかサイドバックがボランチみたいな動きをするっていう戦術が、だいぶ前からはやっ,ってるんですよね。うんうん、で、それをやってるんですよ、その冨安は、その左サイドバックとして。うんうん、だから、まあ、いわゆるセンターバックの動きは、クラブではやってないんですけど。 それれれであれやれるからね本当すごいと思うすごかったね。だ、うん、からトルコ戦もちょっと見てたけど、うん、トルコ戦も結構最初の方っていうかまあメンバーが結構ガラッと変えて、うん、まあ他のメンバー出してみたいな感じだったからあれだったけどた、ね、でも結構なんかディフェンスラインがどうしても下がり気味になっちゃってて、うん、なんかうまくいってなさそうだなと思ってたところに、まあ、途中から富安さん入って。 割とうまくディフェンスライン上げてる感じになって安定してきたみたいなところあったからトルコ戦の,の伊東純也がすごかったですね見ま、うん、した <laughs> 伊東純也さんマジすごかったねあれは恐ろしい速さでなんだっけ攻め上がってってコーナーキック相手のコーナーキックとかをなんかうまいことをトラップで相手かわして一気にダッシュして、うん、逆サイドまで走って PK 取って自分で PK で 決めるっていう, <laughs> うあれはすごかっや伊藤さんの動きはドイツ戦も含めて結構良かったからさ結構悩ましいよねなんかそのフロントライン、うん、久保さんどう使うかなみたいなの結構悩ましい感じがするよねなんか久保さん入れたいけど割とこう今の,そのドイツ戦のメンバーとか、まあ、上田綾瀬はどうか分かんないですけどなんか割とこう。 決まってきてる感じがあるから、うん、戦術的にも久保さんが入る余地がなんかうまく作れないみたいな感じがあってそうなんですよ、ね、悩ましいなって感じするよね気ちもいいから <laughs> 私まあトルコトルコ戦で久保が中央をやってたんですよねうん、うん、だけどやっぱりなんか右の方が右ウィングの方がなんかハマってる感じはするなと思った,そうだったねあとなんかまあ 鎌田もいいすごい良かかったからドイツ戦割と鎌田さんがそのプレスかける時もうまくこうトップラインに上がっていったりとか下がったりとかっていうのバランス取って動いてるっていう,う感じだったもんねそうそう。ボールさばきとトラップがめっちゃうまいなと思いましたね。あでもそ,そういう意味では本当久保さんと三笘さんはなんかそういうファーストタッチがめちゃくちゃ上手くないですかやっぱり。うん、まい,いやそうなんですよ。そのトルコの時の時 リョーウィングとかあトルコ戦の時の両ウィングとかだと、うん、なんかやっぱトラップとかファーストダッツところで失敗してサイドチェンジがうまく決まらなかったりとか、ねうん、そう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 ,そういや久保さんと三そさんやっぱりそういう意味でレそう違うなと思ったねなんかてて何うなくやってるけどめっちゃうまいですよね、うん、ちゃんと止めるとかちゃうと動きたい方向にそう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  ドイツ戦そんな目立ってるわけじゃなかったけどやっぱいるだけで2人ぐらいマークついててその結果逆サイドーからあの伊藤純也とか菅原のラインが機能するっていうねもういるだけでいるだけでいいみたいな状態になってましたねうんいやそれもだからあって三笘さんはだからそういう意味でなんだろう目立った活躍はなかったけど まあそのいるだけでとかその基礎的な部分がちゃんと生きてるからちゃんとこう圧力かけれてるみたいになっててすごい良かったなまたまにねやっぱ1回か回2回ぐらい2人マークついてるのも突破して <laughs> っていうシーンもあったし切り込んでとかシュート打ってたシーンもあったから、うん、あとは上田綺世に行きたいですねそうだねあんまり そこまでで活躍はできてなかったけど結構良かったっすよその結構あのポストプレーはできてたし、うん、シュートはまあ何本か惜しいシーンはあったけどそうだね、うん、いや強くなったなと思いましたね本当いや本当、久保さん難しいな入れたいけど伊藤さんが割とすごいいいから、まあ、一個見てみたいのは、まあ、久保トップしたボランチ鎌田 アーロンと遠藤のダブルボ、ね、ランチというかアンカーみたいなポジション久保、ねはいはい、さんもそのドイツ戦でやった鎌田さんの位置の,まあその結構バランス取って見るみたいな部分はちゃんとできてたもんねやっぱり調子いいって本人も言ってたけどいやーすごいですねうんいや最近ーネクスト入ったからーネクストプレミアリーグも プラスいくらか払って見れるし、まあ、あとリあのラリーガも見れるんですよ。だからちょこちょこ見てるんですけどもうな、ま、毎週日本人活躍しますからね。誰かしら、うん、誰かしらゴール決めるし、誰かしら最多、まあ、アシストは誰かやってるし。で、今年、今回呼ばれてなかったけど、南野っていうあの、もともとリバブルにいて、今、モナコにいる。うん、まあちょっとと去年とか その前の年とか結構くすぶってたんですけどで代表にも呼ばれなくなったりとかしてるんですけど、うん、でも最近めちゃめちゃ活躍してるんですよ、うん、すごい時代になったなと思いますねいやまあでもトルコ戦も結構まあほぼほぼそのサブメンバーみたいな感じでやったけど、うん、おまあ結構いろいろ収穫もあったんじゃないかななんかマイウマさんとか割と良かった場合もったし 菅原さんだけじゃないみたいなところができたんだろうし前田さんがやっぱなんかすごいね前田さん、まあ、途中からだったけど、うん、めちゃくちゃ運動量あるからあの人 <laughs> なんかとんでもないところまで守備入ったりとかまだでも前線も行くみたいな感じになってて、うんまあ、やっぱ速いは正義ですね速、うん、い選手は常に安定してるからその急に遅くなったりしないからあ,<ー>あ,あとはキーパーですかねキーパーね ままだちょっっっと絶対的にこのの人てていうのは決まってないなんかいまいちこう、中村康介選手が、こうね、うん、こう,うまくできてなかったような印象もあったけど、うん、僕は中村康介期待してるんですけどね,ね、かっこいいしね、なんか冷え面で、いかつい感じじゃないですか、なんか <laughs> 昔はね、あんな感じじゃなかったんですよ、日本にいた時 <laughs> あそうなんだ なんかもっとイケメンな感じだったんですけど、ねうん、もっとイケメンっていうか,、うん、なんかすごいいかつい感じでさ <laughs> ゴール守ってるから入らなそうじゃん昔全然ああいう感じじゃなかったんだけどなんかポルトガル行ったらああなってましたねーいやー上田がゴール決めたのはしかったなようやくうん待望のポストプレイヤーが久保さん頑張ってほしいななんか <laughs> いや頑張ってほしいって今頑張ってるしすごいプレーはしてんだけど、うん、いや悩ましいなともう本当と、うん、まあでも無理に併用しなくてもいいと思いますけど、ね、まあ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 、まあ、そうだけどやっぱりなんか入れたいじゃん <laughs> <laughs> まあでもあと伊藤純也は30歳だから<ー>どうしてもやっぱそっか全然やれてるし なんかもっと上のリーグとかいけると思うけど、うん、でもとはいえ3年後ワールドカップ33歳とかだからね、うん、そうだねだからまあスタメン久保で相手が疲れてきたら伊藤純也を入れるとかはありそう、うん、確かにまああとは怪我ですね冨安とかが怪我しないことが一番 <laughs> そうだね <laughs> みんなが怪我心配しすぎて冨安怪我 っってていうのがツイッターのがトレンドに入ってたからね <laughs> <laughs> 怪我してないのに <laughs> いやなんかでもそのワールドカップからワールドカップの時結構怪我とかで調子,調子がまあ完全じゃないみたいな言われてて、うん、そこからようやくなんか完全体みたいなところが見れたんで、うん、なんかちょっと嬉しかったですね富安さんに関してはうーんなんかやっぱ歴代最高だと思う 日本でセンター板倉さんも含めて割とディフェンダー陣も割と揃ってきてるし、うん、てかやっぱメンバー的にだからあんまりここがもうちょっとみたいなところがなくなってきたよね本当にうん明確にここがみたいなないっすね,ねいやーこれは10年ぐらい前にあの香川真司とかがいた時代、うん で香川がマンチェスター・ユナイトにいて長友がインテルにいてみたいな,、うん、なんかその時もすげえ時代になったなと思ったけどさらにそれを超えてきた感じがしますね最近はなんか総合力だいぶ上がってるよねやっぱりその個々人がすごいっていうのはあるんだけど昔だったらさこの人とこの人がすごいみたいなさなんかそれぐらいの感じだったのがまたやっぱサッカーのなんかトレンド的に日本人にすごい合ってるんだと思うんですよねなんか<う>結構総力が今求められる 時代だからああなるほどねまあ前線からプレスでいくとかもそうはあし、はい、まあフォワードもそうだけどみんながもうサボる選手がいないっていうか、うん、真面目にみんなこうあの前線から組織的に守備するみたいな時代だから確かにねだって日本人はフィジカルに優れてるって今言われますからね <laughs> そんなことはないよね <laughs> いやいやでもやっぱその アジリティとかそういうい部分で、ね、ああ総合的な部分っていう感じ,じなのかなんかにも単純なパ,パワー的な部分だけじゃなくてっていうそうそうそう,そういやでもやっぱりねアフリカ系の人の方がやっぱ足速いしパワーもあるって感じはするけどまあでも全体的にやっぱそのアスリート化してきてるんですよね<ー>プレープレイーエムバペとかなんかそういう、うん、とにかく速く走れるとか。うん <laughs> 昔みたいななんかファンタジスタみたいなタイプっていうのはもうなんか出てこないって言われてて。なるほどね。そう、体は弱いけどうまいみたいな選手はなかなか今ちょっと難しい時代なんですよね。うん、ああ。まあ、でも久保さんもね、なんか昔はあんまりディフェンスできないようなイメージもあったけど。 します,ね、すごいね今はもう前線も含めてディフェンスうまくなったしパワーも三笘もしますからねじゃあ三笘さんのディフェンスやばいもんねまず <laughs> ドイツ戦もサイドバック一緒にやってたしね、うん、そうそうそうやってたし最近なんかプレミアリーグとか見てるとすごい強く当たられるんだけどやっぱマークきついから、うん、それでも相手吹っ飛ばしながらゴール決めたりとかこないし,、うん、してたし、うん、いやこれはまだまだ 今後も期待だなうん逆に怖いっすよね怖い <laughs> まだあと3年あるっていうああ<ー>何が起こるのかっていう確かにね来年ぐらいやれないっすかねみたいな感じがあるよねそうそうそう今すぐやりたい今すげえいい状態だからさか <laughs> 今やったらベスト8いけるかもしれないうん確かにいけるかもしれないな <laughs> うんしかも久保がすごいのはまだパリオリンピックのメンバーっていうねう まだだって22ぐらいか。21 2かな、2ぐらいか。うん。うん、すごいよな、そう考えると。すごい。あ、でも、ワールドカップ予選がもうそろそろ始まるのかなうん、そうですね。まあでも、なんか、出場国が一気に増えるんですよ、次の大会。あ、そうなんだ。なんか、まあ、昔に比べれば難しくないんじゃないかとは言われてて。えー、あ、なんでいや、その枠が増えるから単純に。あそうた 出場する国も増えるけどその分枠も増えるっていうような感じなんだああいやその枠が増える <laughs> あ枠が増えるってことねそう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 なうそうそ<ー>うそ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 ううそんそう トーナメントにできないような気もするけどうん多分グループが増えるんじゃないですかねグループ増えて、ね、じゃあ2位抜けできないみたいな感じなのかなうんーどうなんだろうちょっとそこまで知らないけどグループで2位になってもなんかこう得失点差とかとそういうので落ちるとかうんーなのかな感じになるのかねまあいずれにせよ予選はだいぶ バードルは下がうんまあグループどういう感じになるかだよねまあでも今アジアジの他の国もなんかめちゃめちゃ調子いいとこないですからねあ<ー>韓国もここには結構ソンフーミンっていう選手とかはすごい調子いいことにするんすけどチームとしてはそんなにいやーサッカーが楽しいね最近は本当、うん、久々に楽しいですねワールドカップ以降は、うん、なんかでも プロ野球も阪神が何年かぶりに <laughs> 優勝したっていうのをさっき見ましたけどああそうなんだ <laughs> でもなんかもうあんま野球見なくなっちゃったなうんサッカー楽しいねじゃあ本題いきますかはい今日ちょっと久々に Web3 の話しようかなと思ってはい、まあ、長らくあんましてなかったそうねこともないか、ね、まあ ちちょいちょいいサフトピまあなんかまあでもジェ,ジェナリティブアートとかのね話は春ぐらいにしてたんだけど、うん、まあちょっと久々にしようかなと思ってでまあただやっぱなんかまああんましてこなかったのはまあ個人的にやっぱ Web3 の興味あるところっていろいろあると思うんだけど人によって僕はまあやっぱそのプロダクトというかユーザーフェイシングな部分アプリケーションというか。 うん、に興味あるんだけど、まあ、やっぱそういうところってこう市場がこう今氷河期でこう全然森、あのー、お金が集まってないというか過熱してないんだけど今ってやっぱ規制との戦いみたいな状態になってて、まあ、なかなかまだまだビットコインとかイーサリアもそうだけど、まあ、なかなかお金が入らないっていうような状況で、まあ、そうなってくるとやっぱアプリケーションのレイヤーになってくると、まあ、よりそういう影響を受けるから、まあ、なかなかこう 今これが熱いよねみたいなまあそんなないんすよね正直、うん、でまあまあその中でも、まあ、アプリじゃないんだけどユーザーフェイシングって意味ではそのジェネラティブアートっていうのはまあやっぱ、まあ、ずっとこう根強いなと思ってて、まあ、そこはやっぱ引き続き面白いなと思うしまあクローミスクイーグルとかなんかそういう有名なジェネラティブアートのプロジェクトとかはまあずっとこの今の厳しい市場環境の中でも結構根強い人気だし、まあ、価格も 判定してるよようなな感じなんですよねで、まあ、そこはやっぱアーティストの活動がベースだからまあそういう感じなんですけど一方でやっぱそのデジタルプロダクトというかっていう中では生もし盛り上がりみたいのはそんなないただまあ唯一あるとしたら分散型 SNS みたいなはい、はい、でそこはやっぱ Twitter とかまあそういうのの煽りを受けて盛り,盛り上がるというかまあちょっと波が来ているっていうような感じ。うん まあ、例えば、ファーキャスターっていうようなあの分散型 SNS だったりとか、まあ、あと現状クリプトはそんな関係ないけど、ブルースカイっていうあの弱同士がやってるやつとか。うん、で、最近はなんかフレンドテックっていうなんかね、やつがちょっと盛り上がってたんですよね。分散型 SNS。うん、で、まあこれ、まあ、要は昔だったらバリュー っていうなんか日本のサービスかります、うん、なんか自分のインフルエンス力みたいなのをお金に換えるみたいなサービス、うん、がちょ,ちょっと盛り上がってたかな海外でだけどん,なんかハーバリューかみたいな <laughs> 感じで <laughs> そんななんか個人的にはなんか <laughs> そんな刺さるものはなかった、うん、なかったから使ってはないんだけど。うん っていう感じで、まあ、分散型センサーちょっとなんか新しいのがポコポコ出てるかなぐらいなんですよね。まあ、ただなんか別にそれだからといってなんか別に Web3 というかクリプトが全く進化してないっていったらそんなことは全然なくて、うん、なんかこうインフラレイヤーというかブロックチェーン周りの進化っていうのはまあ技術的には確実に進ん,でるよ進んでるなっていうような印象なんですよね。 でまあ、ここちょっとすごい混み入った話になって僕もそんなこう細かく説明できるほど詳しくないから、まあ、そんなにさらっとしか触れられないんですけどまあ何が起こってるかというと、まあ、よく言われるのがマス,アパマスアダプションって言われるんですけど、うん、Web3 がまあ一般層にも浸透することをまあ平岳は目指してるんですよね。うん、でその上ではまあいろんな観点があって まあ技術的にもクリアしなきゃいけない問題がいくつかあるしまたなんかサービス作りの観点でもこれをクリアしないといけないなっていうのがまあいくつかあってまあ今日はちょっとそ,のそういう話でしようかなと思って何、うん、か僕も最近 Web3 の,のサービスの立ち上げ Web3 というか NFT のサービスの立ち上げみたいなのをやったんで、うん、まあそういう話も含めてできればいいかなと思ってますという感じですね。 でまあ、マスアダプションっていうとちょっとよくわかんないんだけど、まあ、要は Web3 が Web3 って言わなくなくても当たり前になるような世界観っていう感じっすよね、はい、だからなんかこれまで、まあ、特になんか前のこう盛り上がってた頃去年一昨年とか、うん、でなんか NFT のサービスだからすごいみたいな感じだったじゃないですかえんていうのかな なん,かなんかの IP が NFT に進出はみたいな感じ、うん、だけどまあそれって別にあんま本質的じゃないっていうかだから、まあ、やっぱ Web3 って意識しなくてもなんか使えるよねというかいいサービスだよねっていうふうになるのがまあ当然だけど理想だと思ってて。うん だからまあやっぱ気づいたら Web3 を使っているような状態を作りたいっていうのがまあ結構こうサービス作りをする人の観点ではよく言われること、うん、なんかこれをまあトロイの木馬とか言われるんですけどあのトロイの木馬ってウイルスのトロイの木馬ではなくて、まあ、それもそこから来てるんだけど元の語源はあのなんかギリシャのなんかトロイア戦争みたいなやつでなんか木馬がこう戦場に降りってそこからこう木馬だと思ってたらなんか戦士が出てくるみたいな。<laughs> はいはい 戦術を使ったみたいな話ありますけど、まあ、要はなんか Web3 って思わなくても気づいたら NFT を手にしてたとか気づいたらウォレットを持ってたとか,、うん、なんかそういうような体験をなんかまあ差別作りの観点で作りたいよねっていうことがよく言われるでただなんかやっぱそれを目指してこう、まあ、僕もこの間やってた案件ではそれをや目指してたんだけどやっぱなかなか難しい点がいくつかあるっていうような、うんうん、感じなんですよね、まあ、Web2.0 もねそうじゃん 結局その。当初は Web2.0 わ Web2.0 やってますみたいな感じだったけど、うん、まあそれが普通になってて今も Web2.0 の時の技術の延長みたいなものをず普通に使ってるわけだけど別に Web2.0 だって意識して使ってるわけじゃないみたいなさ、うん、まあくまで一般化されて意識せずともなんか普通にみんな使ってるみたいな感じになってるっていうのが、うん、Web3 とかでもうまくこう。うん そういううういいとこまで持ってっててきたよよよねねな感じだもっと言えば Web1.0 もそうでそうドットコムバブルってやつがあってなんかとりあえずドットコムってついたらすげえなんか株価が上がるみたいな、うん、時代がありそれが崩壊してみたいなのを繰り返してきてるから、まあ、Web3 も当然そういうのが必要だよねっていうような感じ、うん、ちょっとまあここから技術的な話になっていくんだけどまああの話の前提はイーサリアムですと。 はい、そのイーサリアムまあそもそもビットコインってビットコイン上で基本的なアプリケーションは作れないから、まあ、作れるようにする技術もまあ取り組みもあったりするんだけど、まあ、基本的には作れないので、まあ、基本はイーサリアムの話と思って聞いてもらえるといいんですけど、うん、まあそのマスアダプションする障壁技術的な障壁として、まあ、いくつかあるうちの一つがまあやっぱまずウォレットの扱いが難しいっていうところ、うん、でそれは何かっていうとウォレットってまあ 秘密鍵鍵と公開鍵からななるものなんですよね技術的には。うん、で公開鍵っていうのはつまりウォレットアドレスなんですけどそのパブリックのもので、まあ、別に誰に教えても良いもの誰,誰からも見えるもの。うん、で一方で秘密鍵っていうのはその公開鍵を開けるためのものに。 ものでその秘密鍵と公開鍵のペアがあって初めてあの、まあ、トランザクションを発行するとか、まあ、何らかの操作ができるっていうようなことですね。はい、公開鍵は別に誰に対しても公開してもいいんだけど秘密鍵っていうのは誰にはもう教えてはならないってものでもう秘密鍵を教えた瞬間に誰でも自分のウォレットを操作できてしまうっていうとこともあるし、まあ、あと秘密鍵をなくしてしまったらもう原則リカバリーできないっていうところ。うん、でここがまあ今言う ううしたこととをこう普通のの人が理解するいいはやっぱ難しいですよねうん銀行口座だってまあやっぱ別に印鑑なくしたとしてもまあ中のか,かなかの手段で本人確認ができればなんか別に通知をなくしてもまあ再発行できたりするわけで、うん、ただあのクリプトの場合はそれがクリプトっていうかブロックチェーンの場合はそれができない秘密鍵をもうなくしてしまったらこの公開鍵渡したものなんですって言っても、まあ、それを証明する手段は、うん ないしまあそこがねウェブ3のというかクリプトとかの、まあ、いいとこでもあるし、まあ、マスアドアプションダんマスアドアプションするにとってはまあ障壁になっちゃうっていうとこだよねだからそこが責任その自由とともに責任を得るみたいな,なんかそういう感じだもんね、うんまあ、基本的には自己責任の世界なんで、うん、なんですけど、まあ、ここに対しては今アカウントアブストラクションっていう あの技術というか、まあ、アップデートが入ろうとしていて、うんでまあ、ちょっと詳細を省く省きますけど、まあ、何が変わるかというと、まあ、ウォレットよよりプログラマブルにでできるっていうような感じですね、まあ、これ自体は具体的に言うと ERC4377 っていうなんかまあ変更案みたいなものが入ってイーサレアムがアップデートされることによってまあ誰しもが使えるようになるようなものでだまあ特定の技術ではないっていうような感じですね。うん ネットワーク自体のアップデートによって使えるようになるもの。もともとウォレットって、まあ、大きく2つあるんですよね。1つが EOA ウォレットってやつで、まあそれがあの、いわゆるメタマスクとかそういうのをインストールすると、なんか手元にできているようなウォレット。うん、なんかまあ、まあちょっとでもなんかニューヒードが触ったようなことがある人は、まあみんな持ってるのが EOA ウォレットってやつ。で、もう1個がコントラクトウォレットっていうのがあって、まあ今もあるんですよね、それは。で、例えば、 マルチシグウォレットっていうのが、まあ、あって、それはあのー、結構重要な、あのー、操作をするようなウォレットに使うんですけど、まあ、例えばなんかチームメンバー5人がいて、そのうちの3人しか3人がサインしないと何らかの実行ができないウォレットみたいなものがあるんですよ、えー、今。 なんかなまあ、ファンドとか,なんかそういうところの運営する人とか、まあ、大きいお金を扱う場合とかって一、まあ、人がね秘密鍵持っててその人頼りだとその人が、まあ、例えば死んだらどうするのとかの誘拐されたらどうするのとかあ,、まあ、あと秘密鍵なくしちゃったらどうするのとかいろいろリスクがあるわけで、まあ、そこをなるべくその単一障害点というかそれをまあ分散するために5人中3人とか、まあ、そ,その何,何人中何人っていうのは好きに決められるんですけど。 まあそういうことを実現するの通に使われてたりするんですよね。ああ、そういうのがコントラクト使うん？コントラクす。ウォレ1つ1つ、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 あつ、1つ、1あ,ーをあ1つ、ね、1つ、1、ま、つ、あ、1つ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 、トつ、1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 つ、 っってていうウォレットもあってそれはなんか一般の人が使えるようなコントラクトウォレットでもあったりとかまあまあ要はプログラムまあコントラクトなのでプログラム可能であるっていうようなもの、うん、で、まあ、元々もともと今もあるんですよそういう感じははい、はい、で今回の,そのアカウントアブストラクションっていうようなアップデートが入ることによって、まあ、コントラクトウォレットが今後主流になっていくっていうようなことですああ<ー>これまではまあちょっと特殊な位置づけのウォレットだったのが、うん、まあ今後はそれが主流になるっていうようなアップデートで、まあ、結構なんか イサアムのファウンダーのビタリックにとっても結構悲願のアップデートみたいなことが言われてたりしますね。で、まあ、これはかなりインパクトが大きい話で、まあ、特にウォレット作ってる業者とか、あと既存の金融業者みたいなのはまあいろんな実験を今してますね。このア,アカウントアブストラクションが入ることを見越してで。例えばなんかビザがそういうようなアカウントアブストラクションが入ったら、まあこれができるよねとか実験をしている。例えば何ができるかっていうと。 ののサーービス的ななんかアカカウントのリカバリバができるるようになる例えばなんかこうソーシャルグーグルとかそういったアカウントと連携しといて、まあ、そっちでリカバリーができるようにするとか、まあ、あとはなんか特定の動作するときに2段,2段階認証を挟むようにするとか高額 NFT をなんかトランスファーするときに2段階認証を挟むとかあとはなんか これ結構大事だなと思ってるんですけど、ね、今ってなんかガス代払うときって、ネイティブトークンって呼ばれるものでしか払えないんですよ。そのイーサリアムだったら、イーサーを使わないとガス代を払えないし、うん、ポリゴンだったら、ポリゴンっていうブロックチャンだったら、マティックっていうネイティブトークンでしか払えないと。で、これがまあ結構サービス作りをする上では結構難しいところで、今ってまあ、ちょっとまた後で話すんですけど、ガス代高いって問題がまあまた別途あるんですよ。うん イーサリアムの場合だから、まあ、ポリゴンとか使ったりするんですよ。まあ、僕がちょっと今関わってた案件をポリゴン使ってたんですけど。で、ポリゴンのガス代の支払いってマティックっていうトークンなんですけど、ただマティックっていうトークンを日本国内で入手するのはすごい難しいんですよ。まあ細かいこと言うとマティック自体は買えるんですけど、うん、まあそれはちょっとあのネイティブトークンのマティックではなかったりする,するので、実質そのガス代に支払う。 ポリゴンネットワークでガスエンシャーのマティックを日本国内の取引所で手に入れるってことが現状できないんですよねがあるのでまあなかなかこう難しいんですよねまあただそこがアカウントアブストラクションによってネイティブトーク以外の支払いが可能になるっていうのがまあ一個ある大きい話地味だけどまあ結構大事な話だなと思うところですね、うん、まあ,あとはなんか複数トランザクションをまとめて実行できたりとか してまあこれもなんかサービス作りをしてると気になるポイントなんですけど基本的にはこうブロックチェーンに対して何かアクションを起こす時ってトランザクションっていう単位でやるんですよだけどまあブロックチェーンゲームとかそうなんですけど何かアクション1個起こすためにトランザクションを実行しなきゃいけないとかなるんですよねでトランザクションを実行するってことは要はまあメタマスクとかだと ガス代を支払うための承認みたいなのをやんなきゃいけなかったりとか、まあ、やっぱ毎回毎回、そのユーザーにアクションを起こさせなきゃいけないんですよ。で、それってやっぱ Web ー的な感覚で言うと、まあ、絶対やらせたくないことなんですよね。まあ、毎回なんか、まあ、クレカ入力させるようなもんなんですよ。うん、そんな重いアクションじゃなくてもね。だからそういうのは結構、ユーザー体験的にはなかなか難しいところで、そのまあ、僕らも今回、まあ、その関わってた案件で、 セキュリティ考えるとトランザクション実行ああ、サイン実行させたいんだけど、でもここでユーザー体系的にはそれちょっと許容できないよねとか <laughs>、なんかそういう議論が良かったりとかして、だからその辺を結構まとめて実行できるとか、その実行するポイントをずらすことができるっていうのは結構こうサービス作りの観点でも結構大事な話だなと思ってたりしますね。まあっていう、なんかまあまあ、要はプログラムできるってことなので、まあ、 何でもできるんですけど、まあ、そのいろんなできる幅が広がるっていう、しかもそれがウォレットっていう、まあ、そのユーザーの最小単位でそれができるっていうのは結構大きい話ですね、これは。っていうのは、まあ、今のはもう全然直近で実現可能になりそうな話なので、まあ、ここの動向は結構サービス作りってポイントでも、観点でも大事なポイントかなと思ってますね。まあ、あと、この話全然別の角度の話では <laughs>。 あのワールドコインっていうのもありますね。<お>あのオープン AI やってるサマーアルトマンがやってるプロジェクトなんですけどはい、はい、ワールドコインってね。でこれはまあこれも結局その秘密鍵ーガーみたいな扱いが難しいよねっていうところとちょっと関連してるんですけどこれはなんかあの o ブっていうハードウェアがあって、うん、人間の最高目を認証してそこでもう認証完了したらアカウントを付与するっていうようなことをこうやろうとしてるようなプロジェクト。うん まあそれによってなんか人間あのボットじゃなくて人間ってことを認識したらした状態をなんか人類等しく作りなんかベーシックインカムを手に入れる状態を作ろうみたいな,なんか、はい、まあちょっと細かいなんでそれをやらなきゃいけないのかとかそういうところはまああんま,あんまこう僕もしっくりきてないんだけどまあそういうのをサマールトマンがやろうとしてたりするんですよねまあそれはまあイーサレム本体は別に関係なくてまあ独自でサマールトマンがやってるプロジェクトで まあただ、それは一応、オプティミズムっていう、窓から話すイーサ3ムの L2 でできてる、まあ、一個のアプリケーションみたいな感じですね。まあ、なんで、そういう、まあ、アプリケーションのレイヤーではそういうような角度から、まあ、ウォレットは、まあ、簡単に言えばみんなが持てる状態を作るっていうようなことをやろうとしてたりするプロジェクトも、まあ、あったりするっていう感じですね。まあ、っていうのが、まあ、一つ目が、ウォレットの扱い。 2つ目がまああとはガス代ですよね。そのうん、ガス代の問題っていうのは、まあ、ガス代が高いっていう問題とあともう1個そもそもガス代って何なんだよっていう説明が必要っていうところのコスト。うんまあ、ガス代をこうユーザーが払うなんか結構昔も話したけどガス代をユーザーが払うっていうのは 地味なんだけど、こう、ユーザーが消費するだけの立場から、なんかちょっと立場変えていく上で、Web3 ならではの話だと思ってて、はい、DAO とか、そういうところにつながっていくような話、その、単なる消費する存在じゃなくて、運営側に回っていくような存在の象徴として、結構ガス代を負担するっていうのはあるなと、僕は思ってるんだけど、うん、でもなんかそれってまあ結構思想的な話で、うん、実際、こう、ユーザーがマースアダプションしていく。 行って広がっっっっててていいいくう上ではやっぱガス代ってちょっと意味わかんない存在だと思うんですよね、うん、だから直近やった案件とかだと、まあ、ガス代は、まあ、安いポリゴンというチェーンで、まあ、1円以下とかの,あの世界なんでポリゴンの場合ね1個のトランザクションを実行する上でだからまあそういうところはまあ運営持ちでやるように仕組みを作ったりとかしてたんですよそのガス代をユーザー負担にしないっていう、はい、まあ結構そういうことやってる事例が多いのかなと思うんですけど まあここに関しては、根本解決はまあそもそも難しかったりするんですけど、ガス代って必要なものだから、ブロックチェーンにおいてトランザクションを実行する上でね。なんだけど、一個面白いなと思ったのは、この間、サブトピックスもちょっと喋ったけど、ビザがあのさっきのアカウントアブストラクションを使って、クレジットカードでガス代を払うようにするっていう取り組みをやってたりしますね。これはなんか結構 だとかなと思ってて。まあ、結局、クレジットカードを使う上でもそのクレジットカードのネットワーク代みたいなものを手数料と形で負担してたりするから。まあ、それはまあ事業者が負担してたりとかすると思うんだけど。まあ、間接的にはまあ消費者が払ってたりすると思うんだけど。まあ、それと似たような感じ。まあ、ネットワークの使用量う形でクレジットカード代から、マイクラいくらみたいな感じで引き落とされるっていうような。まあ、それはまあ結構いいんじゃないかなと思って。まあ、そういう あのこともまあアブカーカウントアブストラクションっていうのが一般化すると入ってくるかなとまあだからまあサービス作りって観点ではそういうのを取り入れやす,取り入れやすくなるといいなっていうのを期待してるところですね、うん、で、まあ、あともう一個はそのガス代が根本的に高いっていうような話でガス代が高いっていうのは何かっていうとまあ言い換えるとスケーリングの問題なんですよね、うん、まあイーサリアムのスケーリングの問題ってよく言われるんですけど まあここに対するアプローチがまあいくつかあるんですよね。一つがレイヤー2っていうやつで、あのまあ、簡単に言うとイーサリアムっていう一般道の上に高速道路を作ろうみたいな話なんですけど、うん、で今まあいろんな事業者がこの高速道路をかけまくるっていうのをやっていて、まあ、この春から夏にかけてはなんかレイヤー2サマー、L2 サマーとか呼ばれてたりとか。で実際 あのその一つのオプティミズムっていう L2 のブロックチェーンは、まあ、割と盛り上がってて、まあ、さっきの冒頭話したフレンドテックっていうやつをベースっていうあのコインベースっていうあのアメリカの取引所、ねうん、がブロックチェーンを最近立ち上げたんですよでそれが L2 のオプティミズムっていうやつの,あのまあフレームワークというかを使って作ってるんですけど、まあ、そこ上でそのフレンドテックってものが先、まあ、ちょっと。 人気になってたっててたいうようよまあ要はガス代が安いからそういうあの一個一個のアクションに対してガス代を払うっていうことをまあ躊躇しユーザーの観点では躊躇しなくなるのでまあそういう何て言うのかなまあこれまで金融サービスとかでそのデイファイっていうねってやつで何かこう取引所とかで交換するってアクションに対してガス代を払うみたいな感じだったから。 まあなんかよっぽどこうそれによって得られる価値が高ければガス代数千円数万円でも払うってなってたんだけどでもそれがこう分散型 SNS とかになってくるとじゃあ例えばフォローってアクションを取った時にガス代いくらいくら払う数千円払うっていうのはまあやっぱ誰もやりたくないと思うんですよ、うんうん、だからこう L2 とかそういうのでスケーリング問題が解決されてガス代がまあ1円以下とかそれぐらい下がるとそういう SNS とかそういったサービスも 作りやすすくななるっていうようよ感じですね、まあ、ゲームもそうなんですけど。うん、でまあもうちょっと踏み込んでん、まあ、でそもそもそのスケーリングの問題が起きるのかっていうところの話をしたいのと思うんですけど、まあ、ブロックチェーンのトリレンマって言われるものが、まあ、あるんですね、まあ。そのトリレンマっていうのがセキュリティと分散とスケーラビリティっていう、まあ、3つの変数があったとして、うん、その2つは 満たせるんだけど3つ全てを満たすことが難しいっていうことを、まあ、よく言われるんですよ。うんで何かっていうとセキュリティっていうのはまあ言い換えれば対改ざん性みたいなことですね。セキュリティが低いとブロックチェーンの根幹って、まあ、やっぱ 改ざんしずできないっていうところにあって、うん、その上で成り立っている Web3 とか、まあ、そういうようなアプリケーションっていうのは、まあ、全てがそれを前提に組み立てられている、まあ、NFT とかも全部そうなんですよねだからまあその根幹が崩れるってことは、まあ、基本的にはブロックチェーンを使ってる意味がなくなってしまうので、まあ、まずそこはまず必ず大事ですブロックチェーンとしては満たさなきゃいけないところ改ざん不可能であるってところ、まあ、ただ実際セキュリティが低いと、まあ、50%攻撃みたいなのが起こって ブロックチェーンの過去が改善、書き換えられるみたいなことも、まあ実際過去に起こってたりするんですけど、まあそこがセキュリティっていうのは一番大事なところ。で、二つ目が分散性ってやつで、まあ、それはブロックチェーンを運用するノードって呼ばれるまあ単位があるんですよね。まあ、それがいかに分散しているかってところが結構大事なところ。まあ例えば、まあなんだろうな、そのノードが、ブロックチェーンを構成するノードがまあ全部日本にありましたみたいなとき。 じゃあ日本に地震が起こって全部の土地が全滅しましたみたいになったらまあブロックチェーン使えなくなっちゃいますよねみたいな話、まあ、あるいはなんかその地政学リスクというかなんかこうアジアそれ全部中国になったらどうなんだとかロシアに全部あったらどうなんだみたいな問題もあるからまあやっぱり地理的に分散するっていうのが大事ただ、うん、もう一個がその政治的とか体制的な分散世界各 それを全て Google が運営,し運営してたらじゃあ g l e に何かあった時にどうなんだとか、うん、Google が突然なんかどっかの国に買収されの参加に入ってしまってなんかその国の影響をすごく受ける状態になったらどうなんだとかまあやっぱブロック、まあ、そこは結構セキュリティにも関わってくるんですけどブロックチェーンの根幹を揺るがすセキュリティを担保するためにはやっぱ分散性っていうのが必要で、まあ、そのセキュリティと分散っていうのは、まあ、やっぱ パブリックブロックチェーンっていう誰しもが使われるブロックチェーンにおいてはすごく大事な要素で3つ目はスケーラビリティでスケーラビリティっていうのは要は両者が増えてもネットワークは混まないっていうような状態だからスケーラビリティがない状態っていうのはあのどうしても道が混雑してしまってその混雑した渋滞した道を優先的に通るためにはガス代を大量に貼らなきゃいけないとか、うん、まあそういうような状態ですねだから高セキュリティ高分散性高スケーラビリティ っていうのが理想的なブロックチェーンではあるんだけど現状の世に出ているブロックチェーンはその全て3つを完全に満たしているっていうの,がのは基本的にないと言われてるんですよねはいはいでイーサリアムの場合はスケーラビリティを犠牲にしてきてるんですよねこれまで。はいはい、だからやっぱブロックチェーンの根幹であるセキュリティと分散性っていうのはあの担保できてるあの特に分散性って観点では、まあ、ビットコインがやっぱ一番とは言われてるけど あのまあ、イサリウムもやっぱ分散してるしそれなりになんですけどあしてるからまあセキュリティも高い状態なんだけど、まあ、やっぱスケーラビリティをその分犠牲にしてきたと。で逆にあの分散性を犠牲にしなんかか、ね、結構なんかイーサリアムキラーみたいなチェーンって、まあ、いくつかあったりするんですけど裏を返すとなぜキラーになりえるかって言ったらスケーラビリティがあるからってことを言うんですよ。そのスケ だけどそれって結構分散性を犠牲したりとかするケースが多いんですよね。うん、で、まあ、結構国内とかでよくあるんだけどプライベートチェーンとかコンソーシアムチェーンって呼ばれるものがあったりするんですけど限られた運営者であ限られた企業で運営されているチェーンみたいなものがあったりするんですよね。はい、でそういういのってまあやってやぱ あのまあ、そもそもその運営が限,限られる特定の企業だけで運営されているっていう点で、まあ、分散性が犠牲にして、まあ、でもそれでもスケーラビリティが担保されてますよとかっていうのをまあ売りにしている、まあ、あとはまあパブリックチェーンで言えばポリゴンとかはよくアプリケーション、まあ、SNS とかそういうアプリケーションで使われたりとかするんだけど、まあ、それも分散性っていうところではまあちょっとはてながつく点ではあるんですよね。明確な運営主体がいたりして っていう感じで、まあ、やっっぱ何かを犠牲にしていていいる上ででののーう感じなんですよね現状のチェーンはで、まあもちろんそれは別に悪いことじゃなくて別にビジネス上飲めるのあれば、まあ、ポリゴンを使うって選択肢はまあ全然ありだし、まあ、それで、まあ、スターバックスだったりとかナイキとかもポリゴン使ってたりするんですけどだからまあ別に悪くはないんだけど、まあ、やっぱそのトリレンマっていう観点では、まあ、何かを犠牲にしてたりするんですよね。 じゃあ、イーサリアムはどうするのかっていう話になっていくんですけど、そこに対して L2 っていう解決策によって、そのトリレンマを初めて満たす状態に、トリレンマを初めて解決しよう、その3つの観点を初めて満たそうとしているっていうのが、まあ今最近っていうような感じですね。で、まあちなみにちょっとまあ話がすごい複雑になっちゃうんだけど、L2 とは別のアプロー、L2 っていうのはまあちょっとレイヤー1の上、ブロック、イーサリアムというブロックチェーンの上に新しいブロックチェーンを 高速道路のチチェーーンを作ろううっていうアプローチなんだけど、はい、それとは別に何かプロトダンクシャーディングっていう何かまた別のアプローチもあってでそれはまあイーサリアム本体を自体のスケーラビリティを上げようっていうようなアプローチもあったりします。 がちょっとまあそこは僕は全然負荷はしゃれないので僕も関わってるタネっていう会社がポッドキャストを最近やっていてそれがちょっと解説があるので興味ある方は聞いてみてください、えー、イーサー自体のでもスケーラビリティを上げるってことは普通にイーサリアム自体に手を入れるってことなんだよね、うん、きっとそうアップデートが入るってことですねあでもそれを考えてる人たちもいるってことなんだうん すぐに実現するのはもうちょい先かなっていうふうに言われているので、うん、まあイーサリアム、まあ、ビタリアコを中心にしたイー,サイーサリアム本体としてはまあそういうようなアプローチを今あの試そうとしているっていう話です、ね、あそうなんだえど、ー、L2 自体は別にいろんな会社がつくそのイーサリアム本体だけじゃなくて、うん、まあ例えばさっき言ったベースっていうあのコインベースが L2 を作ってたりとかするんで、まあ、L2 自体はいろんな会社が作ってるんですよね。うん L2 に関してはまあいくつか L2 の中でもレイヤー2の中でもあのいろんなものがあっていろんな種類があってでレイヤー r 2って何をやるかっていうとまあすごい簡単に言うと L1 ってまあ何かの行動を取るまあ要はトランザクションを発行するとまあそれを一つ一つ記録していくわけなんですけどでその記録に濃さがかかると。 L2 の場合はそれを何か一定の単位でひとまとめにして L1 に記録するみたいな感じなんですよねだからなんか別の,あのチェーンを L1 の上に作ってそこで起こっている事柄を、まあ、一定の単位でひとまとめにすることによってあのセキュリティも担保できあのかつガス代がこまめにかからないように高額のガス代がこまめにかからないようにするっていうような感じ、うん、でそのひとまとめにするって手段を、まあ、ロールアップって呼ぶんですよ で、そのロールアップをどうやるかっていうので、なんかまあアルゴリズム的にはまあいろいろあるんですよね。まあ、ざっくり言うとオプティミズム、オプティミスティックロールアップっていうやり方と GK ロールアップっていうやり方があって、前者はさっきちらっと言ったオプティミズムっていうようなあのチェーンが実際今あって、まあそれは、あの、メリットとしては、イーサレアムでこれまでやってきた L1 で動いてるコントラクトを書く。 あのバーチャルマシンとしてバーチャルマシンというか、うん、なんて言ったらいいかなこう、まあ、コントラクトが動くための、まあ、基盤となってくるものが、まあ、EVM ってやつがあるんですけど、まあ、それがオプティミズムオプティミスティックロールアップの場合、まあ、共通してるんですよねだからまあこれまでと同じやり方で L2 っていう新しいチェーンの上でもプログラムを実行できるっていうような観点 がまあすごいメリットで、まあ、それが何がいいかというと開発者が呼び込みやすいという,う観点で、まあ、アプリケーションが増やしやすい。うん、ただデメリットとしては L2 とはいえブロックチェーン別なんで自分の持ってる資産とかってのは別物扱いなんですよね L2 チェーン L1 チェーンそれぞれで。だから例えば L2 に持ってったイーサリアムを L1 に持ってたイーサリアムを また戻すみたいなことをやりたくなるときがあるんですけどまあそういうときに何か引き出しに7日だったかな何か時間がかかったりとかうんんかまあそういう自由にこう資産を動かすというところで一定の制約がかかるんだけどまあその分その1回 L2 に持ってっちゃったらまあガス代が L2 というか1回オプティミズムとかに持ってっちゃったらあのーガス代が安いですよっていうようなものですね。ああともう一個ある 流派,と流派というか、あのー、系統としては GK ロールアップってやつで、それはまあゼロ知識証明ってちょっとまたそれも割愛する、詳細を割愛するんですけど、ゼロ知識証明っていうアルゴリズムがあって、でまあ、それによってロールアップをするっていうような系統のもので、でメリットは引き出しに時間がかからないっていうところ。まあ、さっきその オプティミズムの場合持っていくのにまあ時間がかかるっていう話がまあそれがなくなるっていうのがメリット。ただデメリットは EVM に非互換で基本的には。で、L1 チェーンの時にやってたやり方でまあブログ、あのー、サービスが作れなくなるっていうような話ですね、うん、簡単に言うと。まあ、ただこ、だからまあ結構 ZK ローラップが本命だと言われてはいるんですけど、うん、まあその技術的な課題はあり。 まあただその技術的な課題に対しても最近は GKEVM ってやつが開発されてたりとか、要はデメリットである EVM 非互換っていうところを対応できるようにしようっていうところがあの試行各社いろいろ試行錯誤がされていてま、また GKEVM って中でもいろんな種類があったりとかするんですけど、そういうようなデメリットを克服できればまあ結構本命になれるんじゃないかっていうふうに言われていたりしますねうん。っていう GK ロラップが 色々試行錯誤している中で、まあ、今のところは結構そのオプティミスティック・ロールアップの中でもオプティミズムっていうチェーンが今エルツ様の中ではこう注目を浴びているというかで実際それを元にしたそのオプティミズムっていうのがまあフレームワークみたいなのを公開していてでそれを使ったベースっていうチェーンがありそこに対してまあさっき言ったあのフレンドテックっていうな1個アプリケーションがまあちょっと人気になってきたみたいなのがまあ現状ですね。なんか すごい素人考えですけど、うん、このスケーラビリティの問題って多分一般にこうマスアダプションしようと思ったら絶対にどんどん問題がどんどん増えていく問題だと思うんですよ。その、まあ、使う人が増えるってことだから。うん、だからその辺をうまくこう利用者に負担させていくっていうのは難しいんですかね。うん 利用者自体に分散させてその負担させていくみたいなことがうまくできればスケーラビリティの問題はうまく解決していきそうな気もすごい簡単な安易な考え方ですけどするっていうか利用者に分散させるってのは何をそのなんだなんて言うんだろう負担になる部分あ<ー>まあ多分だからたまあ単純に利用する側と、まあ、それを利用させられるように うまく動かしてる側があるわけじゃないですか。まあ、簡単に、すごい簡単に考えると。うん、だけど、その配分というかがさその、その数が違うから、どうしてもそのスケーララリティの問題が生まれがちというかさ、ガ、まあ、ス代が高くなったりするってことがあるわけじゃないですか。だけど、そこがうまくこう均衡になるようなシステムを作れれば、そういうスケーラビリティの問題っていうのは生まれにくくなるんじゃないかなっていう、めちゃくちゃ安易な考え方をしてるんですけど。うん、うん ちょっとなか僕も別にどういう仕組みでっていうのを全く考えれてるわけじゃないんであれですけど、うん、まあすごい安易な考え方としてそういうのそういうアプローチっていうのはできないのかなっていうまあすごい素人の思いつき考えみたいなもんですね。うん、そうですねちょっとわかんないそれに関連してるのかわかんないですけど、うん、結局スケーラビリティの問題ってまあ利用者がっていう話。 ではあるので、うん、その利用者が増えてきてたらまた同じことが起こるっていうのはまあありえるかなとは思う、うん、まあだからそこに対してまあそもそも L1 のスケラビリティの根本的に解決しようってう話があるのかなとも思うしまたなんか今後この L2 って今その L1 の上にいろんなチェーンをかけてるような感じなんですよ、うん、各チェーンがねでさらにそのこれまでで汎用チェーンみたいなのが多かったんですけど 結構なんか最近の流れとしてはアプリケーションスペシフィックなチェーンみたいなのがあって、例えばなんかこの、ある取引所が取引所専用のチェーンを作りましょうっていう動きだったりとか、まあ、あとは、えー、とっと直近あったのがメーカーダウだっけななんかどこだっけアーベだっけちょっと、あの、ドアスしちゃったけど、なんかまああるサービスがそのサービス専用のチェーンをあの作って、そっちにイーサリアムから独立しますみたいな動きがあったりとかするんですよね。だからそういう、 まあオプティミズムとかもそのフレームワークみたいなのを出してるのはそういうアプリケーション専用チェーンみたいなのが作りやすいっていう観点で出してるのかなって思うから結構 L1 まあ各アプリケーションが専用チェーンを持つみたいな未来、うん、ってのは結構ありそうだなっうあまあなんかそうだね僕が今言ったようなことをもう今ちょっといろいろ考えてたけど、うん、まあでも結局別の問題は発生するなっていうのにも今僕の中で勝手に <laughs> なんか結論が出たんだけど <laughs> まどういうことかっていうと単純に利用者だけの問題じゃないなっていうのはあるなと思ってまあ要は1人がするアクションの数もどんどん増えていくじゃないですか多分ライトなものが例えば「いいねする」みたいなものがあったとしたらって考えたら結局利用者だけの問題じゃなくて1人が利用する量みたいなのも増えていくからまあ多分それをうまくさばく。 必要性も出てくるんで、まあ、単純な問題、利用者が増えたらとかっていう問題じゃなくて、もうちょっとスケーラビリティっていうのは広い課題としてあるだなっていうのも思ったので、僕が言った案だけでは、うん、全く解決できないなって思いましたね。うんうん、まあそうですね、その利用者っていう言っちゃったけど、厳密に言えばアクションの数なんで、ねうん。トランザクションの量だもんね、結局。うん だからそれが単純に1人が1日1回利用するっていうだけだったらまあいいのかもしれないけど別に1日にじゃあ利用する回数がまあどんどん増えていくって考えるとまあ単純にその1単位で分散させればいいっていう問題でもないトランザクションをいかにこう大量にうまくさばいていくかっていうことをこう考えなきゃいけないって結局なるんだなっていうふうになりますね。うんうん ななななかなか難しい問題な感じすするなだからそうですねうんここはまあなかなか技術的に込みいった話になるので僕も正確には理解できてないんですけどイーサルミ時代のアップデートもそうだし l 2でいろんな人がまあいろんなチェーン作ってるっていうところもそうだし。 あとはその結構、やっぱそのアプリケーションスペシフィックなチェーンが増えていくっていうようなところで、じゃあそうすると各チェーンをつ横でつなげるみたいな仕組みが必要なんじゃないかみたいなのがあったりとか、まあ結構コスモスとか、まあ、別のチェーンではまあそういうのを実現しようとしてたりとか、まあ、結構先進的な取り組みをしてたりとかもするんですけど、まあ、そういうのがイーサレアムに輸入されるとかっていうのもあるかなと思うし。なんかでも、あれですね、さっきのオレットの話もそうだけど。うん ななんかこううの歴史をまたやってるるような感じはするね確かになんかこういろんなレイヤーがどんどんできてくみたいな印象というかああそうねそうかそうかもね最初はなんかすごい低レイヤーのさ通信プロトコルだけだったのがもうちょっとこうそれをカバーするようなものがどんどん上にできてくみたいな、うん、なんかそういう印象はいろいろありそうな感じがするね、うん うんまあ、あとはなんかそのこれもやっぱり歴史の繰り返しだなと思ったのがブロックチェーンの持っている機能っていうのをマイクロサービスみたいな感じで分散して必要な部分を上に乗っかってるチェーンが使えるようにしようとかっていう,うアプローチを試しているあのコスモスとかねもあったりとかしてだかそれもやっぱマイクロサービスみたいな流れはい、はい、まあまあマイクロサービスも、まあ、そのまた昔はなんか S システム思考アーキテクチャみたいな話、サービス思考アーキテクチャみたいな話があったりとか、うんうん、した中での焼き直しのマイクロサービスアーキテクチャみたいなのがあり、まあ、さらにそれがまたブロックチェーンの世界でもあったりとかするっていう、何の話だっけ、まあ、そうそうそう。まあ、そういうスケーラビリティの問題っていうのはまあいろんな形で解決しようとしているっていう,ような話ですね。まあ、それが解決されれば実現できるアプリケーション。 取れるる幅も広がるっていう,ような話であと別の観点でなんかマスアダプションそれ上で難しいなと思うのがなんか開発者体験というか開発しやすさみたいな話、うん、でまあこれもやっぱ大事でアプリケーション増やす上ではエンジニアがまあたくさんアプリケーション作りやすいっていうような参入消費が低いっていうような状態、うん、作るのはやっぱすごい大事だと思っててでまあその一つ,一つがさっき言った EVM L2 でも対応しているかどうかっていうところ L1、うん、で作ったものが L2 でも使えるかどうかっていうところは一つベースとして重要なんですけど、まあ、あとはなんかその、まあ、ブロックチェーンだけじゃなくてその実際ブロックチェーンに関連するまあそのサービスを作る、まあ、DAPS とか言いますけどを作ろうとすると、まあ、やっぱ Web2 とのつなぎ込みの部分もすごい大事になってくると思うんですよね。で例えばなんかこう SNS でログインして、ログインしたら、ウォレットが勝手に作られて、みたいな、あとはクレジットカード、ストライプとかで決済して、でそれで NFT が買えるとか、まあ、どうしてもそのこれまでの Web 2的な仕組みとブロックチェーンを組み合わせて、やっぱりこ個のサービスを作るってことになっていくので、うん、そのつなぎ込みみたいなのはすごい大事だと思ってて、うん、で例えばなんか、アルケミーっていう、まあ、会社向けの s a a s とかが、s a a s というか、まあ、ライブラリというか、サ サービスがあって、まあ、それ使うとまあブロックチェーンにピュアにアクセスするよりも、一個抽象化されて、まあ、より使いやすい API が提供されたりとか、まあ、ブロックチェーンのデータを取ってきやすいような API を提供してくれるようなまあインフラサービスみたいなのがあったりするんですよね。うん、で、それはまあかなり DAPS を作る上では欠かせないサービスだったりするし、まあ、あとはなんかこう、最近の僕がやった案件でも使ったのが w e b 3ースっていうようなサービスがあって、で、それは 一つなんかあの、これ系のサービスをやる上、あこれ系っていうのは、ダップスを実現する上で難しいところが、そのノンカストリアルを実現したいっていうところで、うん、その、やっぱマ,マスアダプション的なことを考えると、どうしてもウォレットを作ってもらうっていうことが、事前に作ってくださいねっていうのって。 難しいじゃないですかそのサービスを作る前に使う前にウォレットを作った上でこのサービス使ってくださいねっていうのはなかなか言いづらいから、うん、だからやっぱそのログインの一連のフローの中に組み込みたいわけなんですよそのウォレットを作るっていう一、はい、つのアクション、うん、だからなんか結構 SNS ログインしたらそのログインのきっかけに勝手にウォレットが作られるみたいな体験をやりたいんですけどサービスの作り手としてはだけど勝手にウォレットを作って作るってことはその秘密鍵みたいなのを あのサービス事業者側それってあのカストディアルっていうなんかそのまあ何て言うのかな銀行口座を取り扱うみたいな感じになるので、うん、確か資格免許だっけなんか必要なんですよその、まあ、要は勝手にできないですよねだから俺と生成をする上ではそのリスクというか引き受けてくれる銀行口座の取り扱いみたいなのをしてくれる別の事業者みたいなのが必要になってきてでその上で レット自動生成もできて、SNS ログインとのつなぎ込みもまあシームレスにできるみたいなサービスが必要になってきて、まあ、それをやってくれるのがこの w e b 3 o スってやつだったりするんですけど、うんただまあ実際使ってみると、なかなかまだまだこう、不安定な部分もあったり、まあドキュメントが不親切な部分もあったりとか、なかなかこう、開発者がよく使う AWS とか Google とか、そういうようなサービスの s a a s とか IaS 系のサービスに比べると、まあなかなか,なんかまだ 品質が高いとは言えないなっていうのは使ってて思ったんだけどだそういうこうあのー、エンジニアを支援するサービスというかまあサービスを作る基盤となってくるようなサービスっていうのをもうちょい充実しないとなかなか開発その Web2 の僕とかね Web2 の,のサービスをこれまで作ってきた人間が まだやっぱこうすぐ参入できるかっていうとまだちょっとやっぱハードル高い部分はあるなっていうのはよりやってて思ったところですね。うん。まあだからその辺もあれだよねさっき言ってたウォレットで話してたらアカウントアブストラクションみたいな抽象、うん、化される部分ができてくれば、まあ、開発者、ね、もやりやすくなす、ね、っていうですよね、うんで。実際コインベースがウォレットアザーサービスっていうワースって呼ばれるサービスをあの立ち上げたりとか。うん まあ、その、われ、さっきのノンカストリア,ノンカストリアルに、われと取り扱え、取り扱うことができるとか、あとはクレジットカードとの連携とか、なんかそういったサービスをそういう会社が、エンジニア、開発者向けに提供しようとしたりとか、うん、あと個人的にはね、ストライプとかにそういう領域やってもらえるといいなと思うんですよね。うん、やっぱクレジットカード系取り扱おうとなると、やっぱエンジニア的にはストライプとかだとすごいやりやすいから、そこが、こう、 まあさっきのビザとかもそうなんだけどそういうクレジットカードを取り扱ってる会社がなんかこうクレジットカードとクリプトを連携するようなサービスをやってくれるとこう開発しやすいなっていうところなんですよね。うん、だから決済系と認証系っていうのは結構 Web2 サービスでもどれでも必要になってくるからその辺が Web3 においても充実してくるともうちょいこうアプリケーションをすぐ立ち上げるとかしやすいだろうなっていう感じですね。うん っていうまあを僕が思うに大きく3つかなそのウォレットの扱いとガス代の高さとかあとはまあ会社の体験でまあなんかそういうのをまあ技術的にはあってまあ今の話はまあどれもまあ解決されようとしつつあるみたいな話なんですけど、まあ、逆にこう観点変えてこうサービス作りの観点でまあうまく サダプションというかトロイのオークバ的な実現してるサービスっていうのも、まあ、少ないけどチラチラあるなと思って、まあ、最後ちょっとその紹介もしようかなと思うんですけど、うん、最近だと最近といってもまあもう1年ぐらい前の話になってしまうんですけど、まあ、あのスターバックスがスターバックスオデッセイっていうなんかまあロイヤリティプログラムみたいのをポリコンベースであの立ち上げたりとかしてたりっていう話は。 よくされてたり、うんまあ、あと、まあ、ノット・ア・ホテルとかもあの NFT の使い方としてはすごいうまいし Web2 サービスというかまあああいう不動産事業サービスをうまく NFT とか Web3 と絡めるっていう例ではまあすごいうまい使い方だと思うんですよね。でその中でもやっぱり一番こうトロイの奥歯的な例を一番うまくやってるのはやっぱナイキだなと思ってて、うん、ナイキってもともとアーティファクト ってていいう会社を2000いくつだっけ2020年ぐらいかなにば買収してるんですよね、うん、アーティファクトっていうのがもともと 3D のバーチャルなアイテムを作るような会社で、まあ、なんかバーチャルスニーカーみたいのを作ってたんですよね、うん、まあバーチャルファッションブランドみたいなのを手がけてる会社だったんですよでそこをナイキが買収してあの一連の NFT とかメタバースとか,なんかそういったような取り組みをスタート してるんですけど最近なんか実際もう売られてるんですけどエアフォースワンとかをのバーチャルなエアフォースワンとかを販売してるんですよねナイキが。で結構サイトとかもかっこいいんですけどでこういうのってまあ,あのサイトを見ると実際になんかこうあのファッションと同じようになんかルックブックみたいなのがあったりとかまあ実際こう誰かが履いてるような動画が流れてたりとかするんですけどまあ基本的に販売時点では存在しなくて。 まあ、NFT として売買されるんですよねで、まあ、その中でこう過去のナイキのヘアホースワンとかの復刻だとかあと村上隆とかそういうアーティストとコラボしたりとかして、まあ、基本的にバーチャルに売ってるんですよ、うん、でなんですけど後日実際にあの物理的なスニーカーとして製造されてで NFT と引き換える形でそのフィジカルなスニーカーを手に入れられるみたいなサービスをやってるんですよねでなんかその フィジカルスニーカーには NFC のタグが内蔵されててでなんかそれが NFT と紐づくようなことがされてるとかでまあこの背景にあるのは、まあ、やっぱあのなんかまあスニーカーブームちょっと終わったとか言われてるけど、まあ、ちょっと前までだいぶ加熱してたんですよねでやっぱスニーカーってなんかその偽物とかが流通しやすくてまあなんかスニーカーダンクとかねそういうのの心眼サービスみたいなのを まあ売りにしてたりとかしてたと思うけどまあ本物かどうかを証明するっていう観点でまあその NFT と紐づくことによってまあ本物であるっていうまあ保証にもなっているっていうような形らしいですねでしかもなんかスナップチャットのなんかフィルターとかもなんかこうアーティファクトが出してたりとかしてその実際その NFT の ひも付いているその 3D のバーチャルなスニーカーをスナップチャットとか使って AR のフィルターとしてなんかデジタル空間でも自分が履いてるかのように楽しめるみたいなことをやってたりとか。ね、で、もちろん NFT なんでそのバーチャル NFT バーチャルスニーカー自体はまあオープンシーとかで売買ババできるみたいな感じですね。で、さらになんか面白いのは その単にスニーカーを、まあ、そまあ今の話だけだけとスニーカーの引き換券ができてまあ診断証明にもなっていますよってまあそれだけでも NFT の活用レテた人はすごいマッチしてるなとは思うんですけどまあもともとナイキがまあクローン X っていうナイキというかまあアーティファクトがクローン X っていう PFP のアバターの NFT を2年ぐらい前に出してるんですよね村上隆とコラボしたやつ、うん、でなんかそのクローン X もナイキのプロジェクトの一つなので そのさっき言ったヘアフォースワンとかそういうバーチャル NFT とも関連しててなんかクローン X の所有者はスニーカーの見た目をなんかこの自分の持ってるクローン X に合わせて変えられるとかなんかそういうことをやったりとかでさらになんか去年ぐらいかななんかまあこれちょっとアメリカ限定なんで使えない日本からだと使えないんですけどなんかスウォッシュドットスウォッシュっていうなんかコミュニティみたいなのもあのナイキが立ち上げたんですよねでこれがなんかこれまで アーティファクトっていう公式チームがそのバーチャルスニーカーだったりとかグッズを制作してたんですよそのバーチャルスニーカーの NFT もそうだしスナップチャットのレンズもそうだし、うん、だけどそれをこれからはまあユーザー参加型でまあ誰でも作れますよみたいなうんなんかまあ競争コミュニティみたいなものがまあこのドットソーシュってやつでなんかその中ではなんかデザインのコンペが開催されてたりとか、まあ、あとはそのユーザーが自分で作ったアイテムを販売できたりとか まあで、それがもちろん NT になってて、それのロイヤリティが還元されたりとか、なんかまあそういうのができるあのコミュニティみたいなのを立ち上げてるらしいですね。まあそれも、そのクロ r x ってアバターが核になってて、スウォッシュのアイテムを待ち悪用できたりとか。で、まあちょっとなんかこの辺僕も実際触れてないんで、あれなんですけど、なんかどうやらそのスウォッシュの ID を作る過程でも、まさっき言った気づいたら Web3 の割のと持ってるみたいな体験。 な,なってるらしくてなんかまあ普通にナイキのアカウント作って電話番号とかであの2段階の認証とか設定して自分のハンドルネームとか設定してあマイページできたみたいになってたらまあそれが裏側ではアカウントが作られていてまあそこにあの自分の ID とか紐づいた NFT がウォレットに入っててみたいな体験がなんか作られてるらしいですね。まあこの辺全部ポリコンベースでやってるらしいですね。少しは でさらになんかね最近ナイキが EA スポーツと提携しましたっていうニュースが6月ぐらいに出てて EA スポーツってそれこそサッカーのゲームの FIFA とかが作ってる会社、うん、でなんかそこがスウォッシュでそのユーザーとかが作って手に入れたアイテムをなんかゲームで持ち込めるようにするみたいな構想があるらしいです、ねうんうん、なるほどねだからまあ EA ってあの、まあ、サッカーゲームとかあと NFL とか NBA とか、まあ、そういうスポーツ系のゲームとかよく、まあ、たくさん作ってるから、まあ、きっとそういうところで自分、そのスポーツ史上のスニーカーをまあ履けるとか、まあ、ひょっとしたらサッカーのスニー、サッカーのシューズをデザインして、で、それを EA のゲームの中に持ち込めるとかっていうのを、なんか、やろうとしてるのかもしれないと言われている。うん、っていう、だからなんか、まあ、この一連の流れが、まあ、すごいナイキはうまいなっていう、もともとやっぱ、まあ、スニーカーの会社で、まあ、スポーツアパレルの会社で、で、その中で、 アーティファクトっていうバーチャルファッションやってるブランドを買収してで実際のこうアパレルブランドを立ち上げたかのようにバーチャルファッションブランドみたいなのを展開してでかつそれがこう物理 NFT バーチャル NFT バ,バーチャルスニーカーを販売するだけじゃなくてそれを物理フィジカルスニーカーと交換できる仕組みがあったりとかでさらにそれが NFC 内蔵されてて心眼証明になったりとかスナップチャットと連携してまあそういう AR フィルターって形で、スニーカーカを楽しめるとかでしかも PFP プロジェクトと連携して、それを着せ替えで楽しめるとか。で、さらにそこにソーシュっていうコミュニティがあって、ユーザー参加型で、あの、誰でも、アイテムをデザインできて、それを販売して、で、そこでゲームに持ち込めるみたいな、なんかその一連の流れが、やっぱすごい作り込まれてるなっていう感じ。で、かつなんか単に NFT のプロジェクト SY だけじゃなくて、なんかその辺、まあちゃんとなんか必然性が、 あるというか NFT になってるから侵害証明ともひもづくよとか NFT になってるから自分の作ったアイテムを二次流通で販売できてやるモチベーション参加するモチベーションになるよねとかうん、なんかその辺のなんかこう全体の作り込みというか、まあ、あとエアルフィルターとかそういうのも使いながらこう世界観の染み出しというかもう,うまいなっていうところでこういう,こうトロイの木馬的なサービスの中では、まあ、やっぱナイキの総主っていうのはやっぱ一番 すごいいななとううような感じで,す、ね、うでまあ現状はこれがまあポリゴンベースで作られてるんですけど、まあ、今後、まあ、さっき話した技術的な話とかが解決されると、まあ、イーサリアムのメインネット上でまあそれが実現できるようになってくる未来がまあすぐそこに来ているというような感じですね。でなんでポリゴンじゃダメなのかというと、まあ、やっぱそこはまあ元々のまの、あ、そこはちょっと今日 結構思想的な話になるんですけど、まあ、そもそもこうブロックチェーン Web3 使う理由としてはまあなんかこう分散性みたいなところのこう価値観みたいなのが結構大事、まあ、結構まあもともとそこから始まったような流れのムーブメントなのでそういう流れも組みながらビジネス上のとはいえガスの高さとか、まあ、そういうのの、まあ、ビジネス上とか、まあ、ユーザー体験の観点その2つのバランスをうまく取れる。 っっててていいいううところが、まあ、もうすぐ来ているっていうような話ですねなんかまあ、そこわかんないよね。本当にマスダーアダプションに、例えば分散性みたいなのがどこまで必要なのかみたいなところも多分あると思うんで、ね、うん、結構。あるある。単純にそれだけじゃない,ゃないですか。結構、それって思想的な部分で、その普通に、うん、あの機能としていい部分っていうのがクリプトには多分あるじゃないですか、ブロックチェーンとかっていう部分に。そ、うんうん、そこをううまく使うためにその それを取り入れていくっていう考え方もあるから、うん、まあ一概にその分散性がないから、これは今後うまくいかないとかっていう話じゃない気がするし、逆にそっちの方がもう主流になって、そっちの方が結局良かったよねっていうなる可能性もあるみたいなとこがあるから、まあ、分かんないよね別にそう分散してないから悪いって話じゃなくて、うん、だから別にポリゴンを使うっていう選択はビジネス上全然ありだと思うんですよ。うん、だし まあ結局イーサリアムの L2 が分散してるかというとそうでもないところもあってその例えばベースとかねイーサリアムの L2 であるオプティミズムのこう一派ではあってなんだけど結局主体となってやってる企業はあのコインベースという,う明確な会社が運営してたりするのでじゃあ果たしてそこの上のアプリケーションが本当の意味でブロックチェーン上に乗ってるアプリケーション ダっぷすと言えるのだろうかというとどうなんだろうというところもあるしまあでもこれまでの違いはまあそこがちゃんとなんだろうな全く別の世界線で起こっているというよりはまあイーサリアムのメインネットというものの上で成り立っているってところはまあやっぱこれまでとの違いではあってユーザーが望めればその分散化してる世界というか L1 の世界に持っていくことができるっていうところの選択肢の余地があるっていうところはまあだいぶ違うかなと思いますね。 まあだから、完全なドラチェーンみたいなのを使うよりは。まあ本当に今後の未来として、Web3 的なもの、考え方というか、技術がマスアダプションしていったとして、うん、まあその時にそに思想の部分がどれぐらいついてくるのかっていう部分は、想像ができないというか、気になる部分であるよね。そのうん、ある程度の人は、そういう思想的な部分も理解するだろうけど、やっぱりその辺を考えずにただ使うっていう人もいるだろうから。 うんまあ、その時に、まあ、そのビジネス的なとか経済的な部分考えるとどっちかがもう01って話じゃないとは思うんだけど、まあ、どこまでそういう思想的な部分がその一般層についてくるのかっていうのはなんか気になるっていうか <laughs> 面白い部分としてなんかちょっと見ていられる部分かなっていうような気がするんだね。うん まあ個人的にはなんかその思想は別に一般層には受け入れられなくてもいいのかな、うん、別に意識されなくてもいいのかなと思うけど思想を引き付けるのは開発者なのかなっていう気はしてて<ー>やっぱインターネットももともと思想があるわけじゃないですか<ー>ティンバーナリーズとか<ー>でそういう人たちの思想に引き付けられて、まあ、例えば W3C とか <laughs> そういう団体があったりとか、うん、でそこから 作成される仕様とかをまあビジネス事業者である Google とかそういうところは Chrome として実現されて,てたりとか、うん、それによってウェブの世界が広がったりとかっていうするでそれによってウェブでできることが広がってビジネスもできることが増えるみたいな流れってあると思うんですよ、うん、だからやっぱエンジニアとかまあそういうまあ特にこうそうオープンソースのコミュニティとかで活動しているような人たちまあイーサリアムだったりイーサリアムとかまあビットコインとかを作ってるような会社たち を引きつけるところっていうのは結構技術的なこう大きいアップデートを生む上では大事だと思うから、うん、っていう意味でまあでも大体こういうのは経済的な方向性に押し流されていく部分がまあほとんどだとは思うけど、うん、まあなのでその強い分散性に対する思想みたいなのは多分どんどん薄れていくんだろうなっていう気はしてるけどね。その 一部には残るだろう,けどうんまあなん消えるか残るかっていうゼロイチな話じゃないですか、ね、そうそうそう,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 そうだから一部には残るんだけどまあ大多数はこうそれが薄まっていくようなものになっていくんじゃないかなっていううんまああと薄まっていくからこれじゃダメだっつって反発する人もいるだろうしまあ、まあ、<laughs> 中にはね <laughs> うんてかまあそもそもそうやって生まれたものがブロックチェーンだと思うしねうカウンターカルチャー的な感じで、はい、まあサイファーバンク運動みたいな話で。うん まあそういう意味でも歴史は繰り返してる感じはします、ね、そうだね。まあでもね全然そういうのをなしにしても機能的にすごく優れてる部分はたくさんあるからそういうのはうまく活用していけると多分いいんだろうと思いますけど。うん。まああとはそうですね思想をうまく使うっていうのも大事かなと思ってサービス開発者サービス 運営をする立場としては、ね、なんかどうしてもその思想を理解しないまま Web3 のサービスをやってますってなるとちょっと寒い感じがするっていうかうん、うん、その結果こう、まあ、結構なんかナラティブが大事とか Web3 の場合言われるんだけどんー何を良しとする空気感があるのかみたいなところをうまくこう掴めてないと結構寒い状態になっちゃうみたいなそれこそ NFT 作ってワイみたいな感じ。 まあ現状はまだ特にそうなのかもね、っまあ、やっぱり、うん。そうそうそう。うん、まだなんか、黎明期だと思うから。うん、だからモダンさんが先言ってたのは、だいぶ進んだこ、ね、ともあるかもしれまあ現状は多分もうちょっと、まだユーザー層がそこまで広くないっていうかさ、ある程度その理解してる人たちが多いから、うん、その辺人たちにまず受け入れられて、さらにその,その先のもう一歩先に進むっていう段階だから。 まあその辺の思想は現状はまだかなり重要な部分ではあるような気がするよね。うん。まあそれこそまあね、Web1.090 年代とかそれぐらいの空気感だと思うから。うん、まあなんで現状はそういうサービス作りする上でもその空気感みたいなのはまあうまくこう合わせてものを作っていく必要があるかなとは思います。うん。同意です、はい。そんな感じかな。はい。まあちょっとね。 NFT じゃなくて、こういうクリプトの話とかも、まあ、リサイズ FM では、まあ、ちょくちょく、たまにこう、江口くんがしてくれるけど、多分、最近聞き始めた人は、何っいきなり意味わかんない言い始めてなっていうことも多いかもしれないから、もうちょっと、あの、過去に配信したやつも含めて、まあ、でも、それもさ、結構、順番に聞いていかないと難しい、なんかわかんないとかっていうのもあるから、 なかなか難しいよね。なんか全部聞かなきゃいけないのかって思ったりするし、うん、<laughs> まあさらっと聞きなが聞き流してください。<laughs> だからもまたどっかで一回おさらい会みたいなのが必要になるのかもしれないけど。 まあね、なんか過去に撮ったやつ僕的にもなんかこう必ずしも今の理解に合ってるかって言われるとそうでもないところもあるし、ねうん、その変遷があるからねやっぱりそそう自分も分かんない中で喋ってるところもあるし、うん、出口くん自体がっていうのもあるけどブロックチェーンの業界自体が変わってきてる部分もあっていろいろ考え方とかも含めてね、うん、だからあるからそういう意味でもまあ歴史を学ぶっていう意味ではいいけどなかなかそのそのために時間をいっぱい使わなきゃいけないってなっちゃうとあれなんで、まあ、もしかしたらなんかそういう わかりやすい回とか、まあ、Web3 系の質問も、ね、あもしあったら全然送ってもらったりとかしてもいいかなと思うんで,うで、ねうん、全く意味わかんねえっていう意見も含めて送ってもらえれば良いかなって思いますね。うんうん、なのでそういう、まあ、前回も結構お便り中心に話したりとかもしてましたけどお便りは随時常に募集をして,もらしているので、うん、まあそういうお便りを送って てくださった方にはね、今、リサイズ f オリジナル付箋とかも送ったりしてるんで、うん、ぜひぜひ送っていただければと思いますので、その辺は、まあ、例えば、ハッシュタグリサイズ FM で、ツイッター、現状は X か、X につぶやく、つぶやくじゃないな、ポストさ <laughs> <laughs> XQ ツイッターね。<laughs> あの、XQ ツイッターはさ、いつ取れるんだろうね。<laughs> と一生取れないような気がしてるんだけど、僕。<laughs> もう、あれ聞くだけでちょっと面白くて笑っちゃう。 <laughs> X っていうので抽象化するの難しいよねなかなか XQTwitter でポストしてください <laughs> <laughs> かまあもしくはまあ,あのショーノートにあるお便りのリンクから送っていただければあの配信内で取り上げたりお答えしたりしようと思いますのでどしどしいただければと思いますうん イイも毎週金曜日に配信しています Spotify、ApplePodcast、GooglePodcast、YouTube などで配信していますのでよかったらチェックしてみてくださいということで今回はここまでまた次回お会いしましょうさよなら。さよなら